今回はね、Mac を買ったら必ずここを見ようっていうね、ところを見つけたのでご紹介していきたいと思います。まあね、画面でも見てってますけども、Apple Japan の YouTube チャンネルですね。ここのね、動画の部分、ここを見ていただくと、こうやってね、あのアップロード済みの動画のところ中にね、iPhone の使い方だったり、Mac の使い方だったり、 ね、いろんなことがねあの基本的な使い方なんですけどもそれをどん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 ねあの分かりやすく短い23分1分とかね2分の動画で紹介してくれてるんですごい分かりやすいんでね Mac とかね Apple 製品の使い方で分かんなくなったらまずは YouTube チャンネルの AppleJapan でここのね虫眼鏡ピッと押してで検索すると。 で僕はね、画面録画、画面録画わかんなかったんで検索したんですけども、そしたらこうやってね、ポーンと出てきて、で、ここに Mac の画面をビデオに収力する方法という風にね、しかも2分ですよ、2分。たった2分のところで出てるんで、これをね、見てやることができました。なのでね、今こうやってね、画面をね、録画撮ってるんですけども、まあ、ほんとね、結構 Mac って説明書、 紙,での紙の説明書がないじゃないですか。で、チュートリアルが出てくるんですけども、それをね、毎回見るのも大変なので、こういう風にね、AppleJapan のチャンネル、チャンネルで、チャンネルの検索、チャンネル内検索でね、こうやって調べていただくとね、いいと思います。うん。だからね、ビデオ、ビデオって入れたら、 iPhone とかね iPad ド、iPad ドタッチでビデオを切り取りトリミングする方法とか iPad ド Pro でビデオを作ろうとか Mac の画面収録今のやつですね、うん、で iPhone でビデオをトリミングする方法とか、うん、ApplePay のスイカカード追加方法もありますね、うん、これは今後でやろうと思います、うん、でタイムラプスビデオを撮影する方法とかビデオをトリミングする方法ビデオを取りながら 静止画を撮影する方法。これ知らない人も多いと思うんですね。僕も初めて見たんですけども。あ僕も前に初めて知ってしょっちゅう使うようになりました。うん、結構ねあの、ビデオを撮りながら、あのこの瞬間写真撮り,い撮りたいな、後でキャプチャーするの面倒だなって時にこれをやってます。これもね、結構、ね、簡単なんですけども、気づいてない人は気づいてないですよね。僕も最初気づいてなかったんで。うん クレジットカードつ追加して Apple Pay にする方法とか。これめっちゃ楽なんですよ。ほんとね、絶対おすすめなんで、絶対ね、おすすめなんで Apple Pay、ビデオ、アップルペイのクレジットカード追加。これ絶対やってください。ほんと大事なんでね、2回連続いっちゃいました、うんで。フェイス、グループフェイスタイム。これはやったことはないんですけども、何人かで一緒にフェイスタイムできるんでしょうね。 まあこれをね、最大32人と同時に通話する方法であると。<laughs> これ前なんかアプリであったぞ。ズームだったかなズームとかいうアプリであ,あ,ありましたね。あのアプリもいらなくなるのかなこれ使い始めたら。うんまあ、そういう感じでね、AppleJapan の YouTube チャンネルで チャンネル内検索をすると大体のことはね分かってしまうということでお役立ち動画になればいいなと思います。ということで本日は以上です。ありがとうございました。